ボルマリー・イソイ・コール・ホロ・フリトジャアフ・ ISO ・ホロ、1907年1月5日から1969年6月23日は、フィンランドの陸上競技選手。1932年ロサンゼルスオリンピックと1936年ベルリンオリンピックの3000メートル、障害で、金メダルを獲得した選手である。イソイ・コール・ホロは、第二次世界大戦前に、 フィンランドが陸上長距離種目で世界を席巻していた時代の最終世代にあたる選手である。若い頃、イソイコールホロはスキー、体操、ボクシングをしていた。軍隊に入隊してからは陸上に取り組むようになり、400メートルからマラソンまで非常に幅広く活躍していた。イソイコールホロは1932年ロサンゼルスオリンピックが 初めてのオリンピックであった。3000メートル障害に出場資金メダルを獲得する。ところで、このレースでは、レースの周回を数える役員が十種競技の棒高飛びに熱中してしまい、残り一周の鐘を鳴らすのを忘れてしまった。そのため、急いコールフォローは、本当のゴールの後さらに一周多く走ってしまい、結果3450メートルを走ってしまった。もし、 3000メートルで終わっていたならば、世界新記録を樹立していたところであった。この大会で彼は1万メートルにも出場し、銀メダルを獲得している。1933年には、3000メートル障害で9分9秒4の世界新記録を樹立している。イソイコールホロは、1936年ベルリンオリンピックに、オリンピックに大会連続出場を果たす。 3000メートル障害では優勝候補筆頭であった。そして、急イいイコールフォロは期待に応え2位に3秒の差をつけて9分3秒8の世界新記録で2連覇を達成した。このレースでは3位までが世界記録を出したレースであった。さらに1万メートルでもフィンランド勢が表彰台を独占するレースとなる中、銅メダルを獲得した。 オリンピックの後、急いコールホロはリウマチにかかってしまうが1945年まで競技を続けた。ありがとうございます。